ら涙なこんにちは。ミュージックスクールの子？うん、歌う？ダメ、歌い方が子供らしくないから。そうなの？いざ行け花園ランド。あれ、なんか違う。あれはい、飴あげる。ありがとう。さっきの歌作ったの？うん、花園ランドの歌。ギター弾いてると聞こえてくるんだ。自由に。自由に。うん、そうすると楽しいよ。一緒にやる？うん。ね、聞こえてきたでしょ？わかんないけど、久しぶりに歌うの楽しかった。うん、涙止まってる。私、花園タエ。若菜、レイ。レイ、もう一回歌おう。うん。あの時の歌、今でも歌ってるよ。そうなの？なかなか奇抜な歌だったけど。それから、二人でよく公園で歌ってた。で、その後私が親の転勤で引っ越すことになって。もう行く？うん。お母さんたちが待ってる。ごめんね、花ちゃん。レイ、きっとまた会えるから。だから泣かないで、笑ってお別れしよう。また会ったら、その時はこの歌を歌おう。いつか一緒に。うん。約束。約束だよ、花ちゃん。二人にそんな約束があったなんて知らなかった。それからベースを始めたんだ。花ちゃんといつかバンドをやるために。そんな二人が再会して一緒に武道館のステージに立ってってなんかすごいな。あの時は引っ越ししなきゃいけなくなったこと本当に恨んだな。レイが引っ越ししなかったらきっとバンド組んでたよね、私たち。おたえとレイヤのバンドか。なんかずっとストリートライブしてそうなんだけど。そういう未来もあったかもね。まあでも、もしもの話だから。私、本当にやりたい。ね、やろうよレイ。え？やろうってバンドを？うん、それでライブしよう。本気か、おたえ。もちろん本気だよ。私、あの時の約束叶えたい。レイ、どうかな？私はやってみたい。本当？よかった。ただお互いのバンドメンバーには許可をもらわないとね。心配かけたくないから。それとやるのは一日だけ。そうじゃないと私は一度収まった気持ちがまた。ん？うん、なんでもない。わかった。それじゃあ私、ポピパのみんなに話してみるね。前みたいな心配、かけないようにする。うん。私もラスのみんなに話してみるよ。泣かない、泣かない。